文化ってなんだろう。今回は糸魚川市から上越市を旅してみた。まず初めに訪れたのが糸魚川にあるフォッサマグナミュージアム。日本列島を東西に二分する境界である糸魚川静岡構造線や世界最古の翡翠文化発祥の地として知られる糸魚川。ここでは地球の歴史を感じ取ることができる。次に訪れたのは上杉謙信の居城、春日山城跡。南北朝時代に建築されたという標高180メートルにある本丸跡から山裾まで連なる屋敷跡群。上杉謙信が祀られている春日山神社から参道を登っていくと、山頂に天守閣跡があり、上越の景色を一望できる。続いて訪れたのは上越市立歴史博物館。かつて越後国の政治経済の中心であった越後国府が置かれ、越後の都として栄えた上越。その歴史や資料から地域の豊かさがうかがえる。旅の締めは笹寿司。上杉謙信が戦の際に抗菌作用のある笹を器代わりにしたことが始まりとも言われる。お盆やお正月などめでたい日に食べる郷土料理で、各家庭によって味は異なるそうだ。壮大な自然とそこに暮らす人々の営み、両者が合わさって文化が生まれていくのだと思う。もっと足を運んでみよう。多様な新潟の文化を学んでいこう。Thank you for watching Niigata Stage Channel. My name is Rika Yokoyama. I'm a professional ballerina from Niigata. Niigata is where the East and the West meet. On this channel, we would like to present the culture and history which is we built up until now and also new evolving Niigata. Things present are judged by the things past. From Niigata to the world. Let's write up the whole world by culture.If you like this video, click below. Please give us the thumbs up and subscribe. Thank you and see you next time.